皆さん、こんにちは。インスパイアのことです。今日もユーストリームを使いまして、ネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。はい、今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、LINE アットの話をしたいと思うんですが、LINE アットでですね、一番ね、注目されている機能っていうのは、プッシュ配信というものだと思うんですね。プッシュできるっていうのがやっぱ売りだと思うんですが、実はプッシュではなくて、いわゆるソーシャル機能と呼ばれるタイムラインっていうものがあって、まあ、いろんな企業さんや自分の友達がああだこうだ言ってるものを時系列で見るというものがあるんですけど、こちらの方実際やってみるとですね、全然いいねとかコメントが入らなかったり、全然ね、そもそもリーチされてなかったりってことがあって、でこれは下手したら Facebook よりも届いてない、 Twitter よりも届いてないっていうことが分かると思います。これは統計情報で出ますので、友達の数が何人で何人の人にリーチされたかっていうのは出ます。そのうち何人がいいねしたかとかコメントしたかっていうのは出ると思うんですけど、非常にね厳しい、というの数字が出ると思うんですね。でまあこの辺はやっぱり、Facebook のいい点だったり、するとこと比べればやっぱりタイムラインはかなり弱いと思うんですね。でそんな中でその LINE アットの、タイムラインを活性化させる方法っていうものと、逆にもう活性化しないと割り切って利用する方法、今日はその2つをですね、お伝えしたいなと思います。では早速ですけど、まず活性化させる方法の話からいきたいと思うんですが、こちらから見ましょうかね。はい、ご覧ください。これ前にもお話をしたんですけど、実は LINE のですね、メッセージの方からタイムラインへ URL のリンクを貼ることができるっていう話をいたしました。こちらね、ご覧ください。よいしょ。こんな感じでですね、ここに URL が書いていて、管理画面の中の、この一番右のこの数字とこですね、これを押してですね、とこに出てくる URL をコピーすると、タイムラインの1投稿をですね、メッセージからリンクで飛ばすことができると。じゃあ、これを使ってどんなことができるかっていうと、メッセージから実際にね、タイムラインに飛ばすことができるわけだから、実際にこれやってみたらどんな結果が出たかっていうのをお見せしますとですね、こんな感じになるんですよ。実際にこれやってきたものの例なんですけど、試しにクリックしてみてって言って、LINE のメッセージからタイムラインにリンク貼れるんですよと。そして、クリックしてみて初めてそこで、誕生日だっていうお知らせを見て、このメッセージにはね、誕生日ってこと書いてないので、クリックしなきゃわからないメッセージにしておいて、で、これ見た人がいいねしたり、コメントくださったりしました。で、これ見ていただきたいのは、この統計情報を見てほしいんですね。だいたい今100人ぐらい、当時は120人ぐらいかな、100人ぐらいかな、友達がいらっしゃる中で、もうね、毎日、このぐらいしか見られた、ページビュー、このぐらいしかないんですね。で、この青い丸で囲んだ日も投稿してる時なんだけど、これでも11とかしかないのに、この日だけ、4月14日だけ157あるんですよ。で、なぜこんなにあるかっていうと、プッシュ配信でタイムラインに誘導したからなんですね。だから、普段であれば、ここにありますように、タイムラインに投稿した場合は、このここのホーム、家のところにですね、ニューっていうマークが出て、あ、タイムラインもなんかあげたんだなって見に行ったりとか、メッセージでタイムライン見てねみたいな感じで書くのはあるんだけど、それではね、ほとんど実はいかないんですよ。やっぱりリンクが強力で、リンクで飛ばしていくっていうことをね、やりましょうってことです。そうするとですね、コメントが入りますので、コメントに返事を返すのもスマホでできるようになりましたから、ここの部分からですね、コメント管理で返事を書きましょう。で、タグ付けしてね、返事を書きましょう。タグ付けて返事を書くと、相手、その人だけにプッシュ配信できますから、送る時間も気をつけながらね、相手が寝てる時間とか変な時間じゃない時に返事を書くと、相手もまたね、それにすぐね、プッシュ配信されるので、コメントをくれたりすることもあるので、そうやってやってみましょうというもんですね。では、ここまでね、タイムラインを活性化させるためには、つまりこのようにやってですね、どうやって、この自分のメッセージの方からタイムラインの方に誘導するかっていうことなんですね。で、こんな方法がありますよってことで、今からちょっと見ていきたいと思うんですが、こちらです。もうですね、タイムラインを写真集にしてしまえっていうやつなんですね。
で、ここに上がってるようなフラワーアレンジメントとかネイルサロンとかヘアサロンの方なんかは、いわゆる人のね、作品だったり、人がね、ネイルしたものだったり、髪型だったりっていうのを見て、あ、私もそれしたいわとか、あ、それ素敵だから今度それにしようかなみたいなものってありますよね。なので、もう写真集みたいな感じにして、もうずっとタイムラインをね、ある時に見ればタイムラインが写真集になってると。だから活性化しなくてもいいんですよ。ただもうタイムラインに写真集になってるから見てねという使い方ですよね。だからコメントとかも入らなくていい。それがそういう場所だよっていうですね、ことだけをお客さんに覚えてもらうというふうにするんでもありじゃないかなと思いますね。で、これはなかなか面白い例なので、ぜひやってみていただきたいなと思うんですけど、他にもこんなのがあります。はい、もうですね、タイムラインに会社の経歴を載せてブランディングしちゃえというやつです。例えば、ホームページで紹介されましたとかね、自分の会社が新聞に載りましたとか、何か小冊子を出版しましたとか、これ僕の場合ですけど、何かこういうね、ニュースがあったりとか、自分の会社のメディア掲載履歴とか、こういうのありますよね。会社の経歴です。何年何月にこんなことしましたとかっていうね、歴史がありますよね。こういったものをもうですね、ずっとタイムラインに載せていくと。で、これはどういう時に使うかっていうと、もうですね、それ専用の LINE アットのアカウントを取っちゃうんですね。今までプッシュ配信とかタイムラインで交流するためのツールのアカウントとは別で、そうではなくて、もうブランディング専用の LINE アット1個取って、そこではこういう情報だけを流しておく。そうすると何ができるかっていうと、おすすめとかですね、それこそタイムラインを見てねって言った時に、メッセージで来たやりとりに対して、うちはこんな会社ですって言って、タイムラインを見せることによって、その会社のことがわかるというような場所にするっていうことなんですね。これは、言ってみればですね、タイムラインをホームページにするっていう考え方なんですね。で、結局ですね、お客様の声っていう、例えばアカウントを作ってもいいし、商品一覧っていうアカウントを作ってもいいし、メディア掲載っていうアカウントも作ってもいいわけなんで、そのような形で、LINE の中で、プチホームページみたいな、ミニホームページみたいな形で使うっていうのもありじゃないかなということで、一つ紹介しました。次に、こんなのもありますよってことで見てほしいんですけど、このタイムラインは、動かないものとして扱うという考え方なんですね。例えばの例でちょっとこれお話しますけど、ここにですね、お客様のやり取りする普通のね、LINE アットのアカウントがあります。で、ここの中で、その会社の一専用、なんていうのかな、特殊なメニューとかですね、特に売りの商品とかっていうもの、これはもう専用アカウントを作ってしまうんですね。で、そうすると、公式の LINE アットと専用の LINE アット2つあるわけですけど、公式に問い合わせが来たときに、それはこちら見てくださいって、やっぱりリンクでですね、専用の LINE アットに飛ばすわけですよ。で、専用の LINE アットに飛ばしたら、ここのとこで、どういうふうにするかということなんですけど、今までであれば、ここのさらに、ここの部分を、タップしてですね、アカウントページってところに行って、ここを簡易的なホームページにするってことをやってたんですけど、そうではなくて、こんな使い方をちょっと考えてみたんですね。で、ちょっと見ていただきたいと思うんですが、ちょっと今からですね、僕のここに iPhone を出してですね、お見せしたいと思うんですけど、はい、こちら、アリエルグーさんのプリントクッキー通販アリエルグーとプリントクッキー専用のアカウントですね、いわゆる一般アカウント、認証済みじゃないアカウントを取ってるんですけど、このタイムラインを見てほしいんですね。ここにですね、商品が出てます。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 で、こうずっとめくっていくとですね、今度は、説明が出てきます。注文方法が出てきます。で、その下に、こういう注文方法もありますよとか、こういうふうな写真があったりとかして、これで全部終わりなんですけど、つまりこれがですね、簡易的な通販サイトになっているんですね。で、通販サイトっていうことは、例えばメッセージを配信したときに、ここで買えますよっていうのは、直接通販サイトを飛ばすんじゃなくて、LINE のタイムラインを見せることによって、LINE アットの専用アカウントの
タイムラインを見て、そこでリンクで飛ばしてですね、そこでいいねしたり、コメントしたり、質問したりもできるし、お客さんがそれで興味持ったら初めてこのリンクをクリックしてホームページに行くという使い方もできるんじゃないかなと思うんですよね。ということで、今紹介したものがあるわけなんですけど、つまりですね、もうこれは、タイムラインを活性化するっていうことは諦めて、もう活性化しないを前提に使うっていうことなんですね。そうすると、こんなことも考えられますよっていうことで、見てください。つまりね、もうですね、新しいラインアットをね、取得して、タイムラインを会員ホームページにしちゃえと。例えば、会社案内ページっていうね、アカウントを作って、そこには、この投稿する順番が大事なんですよ。これ、あの順番は、逆になっちゃいますからね、日付の新しいも上に来ちゃうので、一番言いたいことを、一番先に見せたいのを一番、最後に投稿しなきゃいけないのでね、ちゃんと投稿の順番を考えてくださいね。で、会社案内だったら、上にね、会社のね、例えば、上の、ここですよね。この一番上のとこのプロフィール写真のとことかに、例えば会社の外観とかね、顔写真とかみんなの集合写真とか載せて、で、一番上に代表挨拶っていう投稿をして、二番目に商品一覧とかっていう投稿をして、メディア掲載っていう投稿をして、お客様の声とか、アクセスマップ、これすごい重要ですね。これ載せたり、お問い合わせってページをつけたりする。これいわゆるグローバルナビにあるようなもの。で、ここをつけておいて、で、詳しくはこちら、詳しくはこちらって言って、リンクを貼ってですね、自分のホームページに飛ばしていくと。当然飛んだ先はスマホ専用サイトですね、最適化されたサイトが必要ですけど、もうこんな感じでやってしまうってことですね。こんなのもありじゃないかと思います。で、リンク先は投稿した後で編集で直すことができるので、写真は直せませんが、なのでね、メッセージとかコメントとかね、直せますんで、やりましょうですね。ネット通販の専用アカウントを取りましょうと。商品写真1、2、3、送料について、決算について、注意点などね、これをね、ボン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 って上げて、商品写真がね、商品がね、何百点ある方は、当然これタイムラインにしたらえらいことになるので、その場合はカテゴリーとかで、10個ぐらいとかね、収まるぐらいで、ぜひ、こういうカテゴリーもあります、こういうカテゴリーもあります、みたいな感じで作ってみてもいいんじゃないかなと思います。あとは、SNS アカウント紹介とか来ましたけど、結構ですね、最近やっぱソーシャルが流行ってきてるので、その LINE で知り合ったんだけど、その人の Twitter アカウント知りたいとか、Facebook アカウント知りたいとかっていうのもあるので、こんな感じですね。もう SNS を紹介するという、LINE アットのタイムラインを作る。当然これはですね、更新しないっていうことです。更新するとずれてきますから、更新しない。もう活性化しないっていうのを前提。そうするとですね、これ会社案内で見てもらって、この会社案内と友達になってもらえたら、もう会社案内としてのメッセージを流すことができるんですね。例えばリクルートでも使えると思うんですよ。だから求人専用のアカウントを作っておいて、タイムラインには求人に伝えたいメッセージを順番にこう入れといて、で、それは更新しないと。ね、そしたら、タイムラインを見てもらって、で、それで気に入ったら友達登録してもらって、求人としての情報はプッシュ配信で流していくと。で、プッシュ配信で流したものに対して詳しく見てくださいねは、タイムラインにリンクを貼って飛ばすと。そういう形で、タイムラインの部分とメッセージのプッシュ配信の部分を分けて考えてたものをリンクさせるというものができるので、そうするとタイムラインはね、直接ね、活性化しなくたって、飛ばすことができた方が圧倒的に見られるんですよ。だそういう使い方も考えてみるのもいいと思います。タイムラインを活性化させる方法は以前にもね、お伝えしましたけど、今日は、一つの方法としてリンクを貼るっていうこと。で、それ以外も活性化しないってことを前提にやっちゃうということをね、お話しました。はい、この辺は先日の、LINE アットのセミナーの中でもお話した内容なんですけど、詳しくはですね、LINE アットの教材も、作りまして、そちらで、3時間近くですね、話したものもありますので、ぜひそちらも買って、勉強していただければなと思います。はい、ということで、まだまだですね、新しい LINE アットの使い方、提案していきたいと思いますので、ぜひですね、次の投稿をお楽しみということで、インスパイアのことでした。ありがとうございました。バイバイ。